はい。始まりました。石門ジャップ TV より、2023年シーズン、J2 リーグ残り10試合の展望のお時間でございます。さて、J2 ミの皆様、いかがお過ごしでしょうか恐ろしい夏の遺跡市場も閉幕し、逆に各新戦力の躍動も見受けられ、早くも、 え、第32節までを消化。まあ、町田、秋田、金沢、藤枝に関しましては1試合、そして群馬に関しましては2試合未消化により、まあ各チーム消化している試合数に少なからずばらつきはございますが、各チームの今期の立ち位置は、まあ第32節を迎えた時点でほぼ確定したと言えるでしょう。まあそこで波乱の J2 リーグのクライマックスを迎えようとしている2023年シーズン、 リーグ残り10節の展望をぼやいていきたいと思っておりますのでよろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。 ということで、本日の動画の流れとしましては、まず、一つ目、各チームの第32節、終了時点での成績から、現実的な目標のおさらい、いわゆる各チームの立ち位置をチェックでございます。そして次、二つ目、各チームの残りの対戦予定カードをチェック、昇格争いや残留争いのポイントとなりそうなゲームをピックアップしていきたいと思います。次、三つ目としましては、シーズン途中の各チームの主な 新戦力、各チームの目標に向けたキーマンがどの選手になるのかという観点でお話しできればと思います。そして最後4つ目に、各校の結果、32節時点での順位表と最終節時点での昇格、降格、それぞれチェックしていき、今期の昇格及び降格をですね、予想していくという流れでお送り届けたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは早速、まず、 各チームの第32節終了時点での成績から現実的な目標の方をですね、チェックしていきたいと思います。合わせて各チームの残りの対戦カードも一気にチェックしていきたいと思います。はい。えー、まず、えー、町田ダントツ周囲、まあ、大宮ダント最下位の順位表となっておりますが、これを開幕前から予想できる方がおられましたでしょうかまあ、私は 大宮は広角予想とね、えー、開幕前からしておりましたので、まあ、ちょっとはね、予想できていましたよとね、一言述べつつも、ここまで断突再開とは、さすがに思いもしませんでした。えー、そこで、まあ各チームのまあ立ち位置として、まず、まあ、J1 自動昇格争いに関しましては、まあかなり狭まりました。まあ、シーズン半分終了時点では、まあ1位から8位までですね、まあ、J1 自動昇格争いかなとね、取り上げておりましたが、まあ、残り10節となると、まあ相当絞られた感があるのかなと、そこで、ま J1 自動昇格 昇格をまあ現実的な目標とするチームはやっぱり周囲町田から四位の東京ベルディまでがまあ現実的かなと、まあ、その昇格に関しましてはまずダントツ周囲町田に関してはまあもはや決定と言えるかなと、まあ、もはや J2 優勝おめでくらいまではねちょっと言いそうなくらいダントツの周囲勝ち点六66、まあ、それを追うまあ昨年 J1 及び静岡勢のまあ岩田清水の二チームという構造ではございますが 2位岩田とまあ勝ち点差9。そして、清水とは勝ち点差10。しかも町田は1試合未勝化での、ま、この差。まあ、これをですね、最終節までに縮めるのは、まあ、難しいことでしょう。まあ、連敗は絶対しない町田及び、ま、先日の、エリキ選手、ま、負傷による不在下での、ま、5連勝中の山形にま、ま、5-0圧勝をね、見せつけられているだけに、ま、町田は昇格どころか、ま、優勝の一択しか考えられません。まあ、そこで肝心な、ま、残り一枠の、ま、J1、j 自動昇格を現実的に目指すチームに関しましては、まあ、岩田と清水の2チームが筆頭で、あとはやっぱ東京ベルディがどこまで粘れるかっていうところになるかなと、まあ、シーズン途中にね、まあ、新戦力、これまでないくらい、ね、東京ベルディは獲得している、まあ、その本気度とまあ、ホーム11戦勝ちなしをクリアすると。 まあもしかしたらとね期待している自分がいる限りではございますがまあかつてね首位大分であったりあとは長崎甲府が J1 自動昇格争いには絡んでおりましたが大分甲府に関しましては連敗の多さと長崎は爆発力はあるものの回に取りこぼす安定感のなさから J1 自動昇格は難しく昇格プレオフ争いが現実的かなと推察しておりますそこで J1 自動昇格争い関連のピックアップゲームの方ですね 取り上げていきますと、えー、もう何よりも第38節、まあ、これしかないでしょう、まあ、清水 VS 岩田のまあ静岡ダービー、まあ、J1 自動昇格のこの残り1枠をめぐっての、えー、この勝ち点差ね 一位内にいるね、この両チームの直接対決は、まあ、血がね、降ってもおかしくないようなね、もうバチバチの攻防、まあ、これまでにないですね。まあ、静岡ダービーになることでしょう。このゲームはもう外せない。もう今期のね、まあ、J2 リーグにおける一番の注目ゲームと言っていいでしょう。また合わせて、まあ、第40節の、 まあ、岩田バーサス、まあ、東京ベルディの直接対決も、まあ、見逃せませんが、まあ、東京ベルディがね、まあ、どこまで粘れるかによってもね、変わってくると思いますが、まあ、主にこの2試合が注目ゲームとして取り上げるのかなと、まあ、そう考えると、町田に関しましては、残りね、まあ、この2位岩田、3位清水、ま4位東京ベルディとの直接対決の一切残しておらず、まあ、この成績でもございますので、まあ、町田のね、J1 自動昇格は、まあ、改めて硬いと感じる、まあ、残りの対戦カードなのかなと、 そして次、J1 昇格プロフ争いが現実的な目標となるチームに関してですね、取り上げていきたいと思います。枠が4枠あるだけに可能性があるチームは多数増えてきました。まずは昇格争いから脱落した間ある長崎、大分、甲府に加え、ここ直近2試合未消化の群馬、今季のサプライズチームと言えるでしょう。そしてここ直近大分、東京、ベルディと上位相手に2連勝中の岡山も一気に可能性を残した のかなとそして何よりも、山形と千葉もですね、まあ、後半戦一気に怒涛の巻き返しにより、可能性を残したことでしょう。まあ、個人的にはまあ前半戦終了時点では、当時14位山形と16位千葉の目標を来年への土台づくりと位置づけておりましたが、本当にすいません。 この2チームが、ま、一気に後半戦巻き上げたことにより、ま、昇格プラオフ争いは現実的と言えるでしょう。ま、千葉は、ま、町田、岩田に、勝利するものの最下位、大宮に敗戦する不安定さはありますが、各選手の実力は確かで、ま、それをしっかりと発揮できており、かつ、ショートカウンターの、鋭さもピカイチ。で、あと、山形に関しましては、ま、先日、ま、首位町田にロ対五と大敗を喫しましたが、ま、前半戦の五連勝、 そして、前後半にまたいでの8連敗からの後半戦は5連勝と後半戦に向けて自力も勢いもあるチームと言えるでしょう昨シーズンもね滑り込みで昇格プレーオフに進出したチームでもございますので期待したくなる要素は十分そこで J1 昇格プレーオフ争いを目標とする各チームの残りの対戦ゲームから注目ゲームの方を何点か取り上げていきたいと思います <laughs> まずすぐ目につくのはやっぱり大分トリニータが3 3 c この三節、三十四節と、まあ、長崎甲府との直接対決でもございますので、まあ、この結果によっては、j ワン昇格。プリーオフに関しても、えー、この三チームのうち、どのチ,チームはもしかしたら難しくなるっていう状況もあり得るんじゃないかなという意味では、まあ、大分、今現在ね、二連敗中という状況でもございますの、ね、で大分にとっては、三十三節、三十四節とも正念場の状況を迎えているというところでしょうか。で、また、合わせて、他で気になるのが、まあ、今もかね。えー、J1 昇格 プレオフアラソにギリギリ可能性を残したと言えるまあこの岡山と千葉この二連勝中のねチーム同士が三十七節に直接対決ということでまあ千葉といえばね岡山に桜がソロモン選手にまあ末吉選手とねレンタルでね出しているというねちょっとしたライバルチームのところございますがまた秋山監督もねかつて千葉にね指揮を取っていた監督ということもあってこのゲームも見どころになるのかなとまあ千葉から岡山にねレンタル出しているまあ桜 プラガソロモン選手に、ね、末吉選手は岡山においては出場はできないでしょうけども、そこも含めてですね、どう影響するのかも、まあ、この37節にね、えー、この2カードがね、組み込まれるのは非常に面白い限り、また他で気になるところでは、まあ交付が、甲府が39節に今、長崎とのまあ直接対決、まあ、ここもね、まあ、昇格プロフに向けてっていうところでは、もしかしたら重要なゲームになる可能性がございます。で、あとは、 えー、40節の7位群馬と8位山形のここの直接対決に関しても、まあ、ポイントになってくるかなと。まあ、そこで何よりもやっぱ群馬に関しましては、まあ、40節から41節42節までにかけて山形、千葉、大分とのこの3連戦。 まあ、初のね、昇格プレイオフに向けて試練と言いますか、もうまさに同じく昇格プレイオフの枠をかけてっていうチームと3連戦でもございますので、群馬にとっては痺れる、まあ残りの3節といったゲームでしょうか。で、また合わせて何もね、やっぱ42節の最終節ですね。ここがね、やっぱ直接対決がまあめちゃめちゃ多いと、まあ長崎に関しましては千葉との直接対決。で、大分に関しましては群馬との直接対決。そして山形に関しましては甲府との直接対決でもございますので、 えー、この残り最終節で、まあ、残りの、まあ、1枠2枠が決まるっていうのは、まあ、当然ね、昨シーズンも、まあ、徳島か山形か仙台かっていうところで最後山形が決めたわけでもございますのでまあこの最終節まで、まあ、おそらくわからないことは間違いなさそうなところでまあこの最終節の直接対決も間違いなく、えー ま、注目ポイントになることでしょう。そこで次、え、現実的目標として、まあ、来季へ向けてとしてね、え、取り上げているのが、まあ、12位仙台と、まあ、13位の秋田。まあ、この2チームを昇格プレイク争いにとね、言いたいところではあるんですが、まあ、仙台で言うとね、まあ、数字的に今現在、ま、6位の大分とも勝ち点差8。ま、あ大分とならね、まあ、順位がひっくり返りそうな、 可能性もね、えなくはないと思いますが、まあ、他チームがね、勝ち点を伸ばす可能性もありえ、まあ、昇格プレイオフ圏内のも勝ち点は平均的にもね、65くらいはまあ必要な、まあ、過去のまあ結果からしても、仙台、秋田に関しましては残り10試合で最低8勝から9勝しないといけない現状でもございますので、まあ、それは非現実的かなと、まあ、仙台はね、まあ、連勝中かつ、まあ、戦力的に、ま、降格はさすがにないと思われ、そして秋田に関しましては、まあ、失点が少なく、まあ 昨年もね、まあ、終盤4連勝と、まあ、涼しくなるまあ終盤戦での、ねまあ、体力的にもね、いい時期だと思われ、まあ、この2チームはさすがに、えー、広角もないっていうことを考えると、まあ、来季に向けてというところで、まあ、今シーズンにおいては、まあ、残りの10節はまあかき乱し役のような、そんな立ち位置の2チームになる気がします。 そして次最後に、ま、現実的目標が、ま、J2 残留となるチームに関しましては、ま、14位の藤枝から、ま、22位の大宮の、ま、計9チームになってくるのかなと、ま、というのも今シーズンに関しましては、ま、町田がト突首位すぎるのと、ま、大宮がト突再開すぎることもあって、ま、勝ち点が平均的にですね、特に残留のボーダーラインに関しましては、ぐんと上がる印象があり、ま、今もっか現在でも、ま、ち事点34取らないと、 まあ、残留圏内に上がれないっていうところを見ると、まあ、42節時点では勝ち点45くらいはね 取らないと残留できないっていうところを見ると、まあ今後半戦になって急失速の藤枝までが、えー、まあ残留を争う、まあ現実的目標となるチームになってくるかなと。そこで J2 残留を争う、まあ、注目ゲームの方ですね、まあ残りの対戦ゲームからですね、少しピックアップしていきたいと思います。まあ先ほどね、14位の藤枝から22位の大宮までと取り上げましたが、現実的に個人的に気になるのは、やっぱり14位の藤枝と、あとは、 19位の山口から22位の大宮までのゲーム。何もやっぱ15位岩木って。 16位、栃木に関しましては、まあ、かなり、まあ、ま、うん、調子を上げてきていることと、まあ、17位の徳島も自力があり、まあ、18位の水戸に関しましても、まあ、6試合連続ドローと、まあ、勝ちでをね、なんだかな、コツコツ積み上げているところを見ると、まあ、15位の岩木から18位の水戸までは、特に、注目ゲームとしては取り上げておりません。まあ、そこで気になるピックアップゲームとしましては、まず35節の、まあ、熊本と大宮の直接対決、そして37節の、金沢 山口の直接対決そして38節の、まあ、大宮山口の直接対決そして39節の、まあ、大宮と藤枝の直接対決そして何よりもやっぱり最終節ですねこれが一番ポイントになってくるかなと 14位の藤枝と15位の岩木。ここに何かね、個人的にすごく意味合いがありそうな気がしてならないっていう。まあ、昨シーズン J3 でね、えー、戦ったチーム同士、今シーズン J2 においてね、開幕戦で当たったこのゲームでございますが、 まあ、藤枝がね、今、後半戦にかけて今し、まあ、戦力がね、こぞっと抜かれて、まあ、失点の仕方も含めてですね、結構今、J2 リーグにおいて、まあ、熊本と藤枝がですね、まあ、ゼフ絶不調チームという印象もございまして、藤枝は結構終盤まで残留争いに絡んでしまうんじゃないかなと。んで、ここで最終節になんとね、 いわきとの直接対決でもございますので、いわきに破れれば藤枝もしかしたら J2 降格っていうシチュエーションがあり得るんじゃないかなという意味で、えー、この最終節にこのいわきと藤枝が直接対決することに何か意味を感じてしまっている石門ジャップでございます。そして何よりも、あともう一つ、この熊本と山口。えー、この直接対決、破れれば J3 降格、全然あり得そうな、 カードになりそうな、うーん、これもね、最終節に当たるこの意味合い、まあ、後半戦、ゼフ町の熊本と、まあ、後半戦ね、エスナイデル体制のもと、調子を上げてきた山口ではございますが、えー、まあ、ここ直近のね、交付戦には勝ちましたが、まあ、失点数がね、ちょっとより加算できたチームでもございますので、この両チームの最終節当たることにもね、何か意味合いがある気がしてならない、えー、そんなね、えー、対戦カードでございます。 そして、次、各チームのシーズン途中、夏の遺跡市場に獲得した新戦力の方をですね、ピックアップしてですね、あーだこうだ覚えていきたいと思います。ただ、その前に、監督交代の部分に関してですね、簡単に触れていきたいと思います。まず、第32節時点で、22チーム中7チームですね、監督交代でございます。そこで赤字でですね、監督交代ありと書かれている清水、山形、岩木に関しましては、監督交代によって成績が向上したチーム、 シムズに関しましては、第7節までね、勝利がなかったチームが J1 昇格争いにまでですね、加わっている現状でもございますので、これはポジティブな監督交代。そして山形に関しましてはね、 8連敗でもございますから、まあ、この連敗中にね、渡辺監督も、まあ、引き継いだわけでもございますが、えーまあ、ここ直近ではね、5連勝を達成し、まあ、J1 昇格プレオフ争いまでね、えーまあ、持っていく、ま、しょ、あの、8連敗したチームのね、勝敗をね、イーブン、まあ、15勝2分け15敗までね、持っていってるわけでもございません、ね。これも監督交代が成功したと言えるでしょう。また、岩木に関してもね、 ま、J3 広角のね、広角圏にいたチームをね、まあ、15位まで引き上げ、まあ、ここ直近の岩木のゲーム見てても、まあ、J3 広角する映画ね、個人的に見えないので、まあ、この岩木に関しましては、ま、監督交代成功したと言えるチームと言えるでしょう。 そこで一方、監督交代によって、まあ、逆に成績が交代したチームに関しましては、この監督交代、えー、青文字のありで書かれている、まあ、2チーム、まあ、12位仙台と、まあ、22位の大宮、まあ、仙台に関しましては、まあ、後半戦31節でね、初勝利という現状を見ても、まあ、J1 昇格争いに加わらないといけない、この戦力を見てもですね、監督交代によって、成績は、ま、交代したと言わざるを得ません。で、また、大宮に関しましては、まあ、トツ。 最下位っていうのは変わらず、まあなんならねえ、開幕コースはホーム3連勝していたチームでもございますので、今もかねえ、ホームで強い大宮っていう、まあそういう印象すらない、ね、現状でもございますね。これも監督交代によってですね、まあより状況は悪化したと言わざるを得ない、今結果かなと。で、あと一方ね、監督交代によって、まだ現状、まあ同等も言えないのが、まあ17位の徳島と、まあ19位の山口。まあ徳島に関しましては、監督交代してね、まだ32節で、 ま一試合という状況でもございますので、まあ、吉田辰真新監督のもと、これに関してはまだ様子見という形にはなるんかなと。で、あと、まあ19位の山口に関しましては、まあ、一時はね、6試合連続無失点からのですね、まあ、 J2 残留争いを出したかなと思いきやね、またもやね、J2 残留争いに巻き込まれた感もありますので、ここはちょっとプラマイがゼロという意味合いでのね、関東交代に関しましては、まあ、どっちもどっちと言える、まあ、そんなね、結果なのではないでしょうか。 以上、それらを踏まえた上で、まあ、各チームのまあ新戦力の方ですね、まあ、22位の大宮から1位の町まで順番にですね、まあ、一言二言簡単に覚えていきたいと思います。まず22位の大宮に関しましては、まあ、大型補強、観光でございますね。まあ、ダント突最下位でもございますので、まあ、それは当然の補強。まあ、海怪飯田、黒川、何よりもこの守備率多く選手ですね。 まさかこのレベルの選手はシーズン途中の J2 にやってくるかと、そうもう驚きを隠せない、まあ、そんな補強でもございますが、まあ、早速ね、え、金沢戦で、ま、直接対決でね、やってくれましたね、フリーキークナー。まあ、この、まあ、大宮のね、J2 残留の救世主になるのかっていうのを期待したくなる、まあ、勝ち点差からするとね、えー、まあ、熊本と勝ち点差6という状況を覆すにはね、まあ、当然と言える、まあ、そんな大型補強なのではないでしょうか。守備率奥選手にかかる期待はマジで大きくなりそうです。で、続きまして21位の金沢 に関しましては、まあ、山本選手と加藤選手のね、かつて活躍した選手の復帰、これは非常に頼もしい限り、であとは、まあ、木村雄大選手の獲得、これもね、驚きでございますね、まあ、この選手は個人的なね、めちゃめちゃ期待している選手でもございますので、金沢としましては、めちゃめちゃいい補強者と言える、まあ、そんなシーズン途中の、えー、獲得のニュースなのではないでしょうかで、続きまして20位の熊本に関しましては、これまた、 FC 大阪から、ね、ディフェンダーの酒井選手だけと、これ本当に、まあ、それで大丈夫なのと、まあ、言いたくなる、まあ、そんな補強なのかなとで、19位の山口に関しても、これ結構動きましたね。 まあ、フォワードのね、シ,シルビオ・ジュニオール選手は結構当たりの選手だと思いながらも、あとは、成岡光選手ですね。まあ、昨シーズンも山口においてね、え、もう名前の通りね、光り輝いておりましたし、また、その2年前にもね、相模原にシーズン途中に加入しており、相模原においてもね、え絶大な活躍をしておりましたので、この成岡選手に関しましては、山口にとってはめちゃめちゃ大きい補強者と言えるのではないのかなと。山口も結構、まあ、いい補強者、 印象がございますで18位、水戸に関しましても、まあ、各チームからまあブアニカ啓タ選手と特に永永選手のまあレンタルでの獲得は結構、効果的なのかなとで続きまして17位の徳島に関しましてはもともと既存の戦力がね いい選手ございますから、まあ、長き選手だけに、まあ、とどめたと言える、まあ、そんな補強なのかなと。まあ、まあ、足りないという印象は、特に徳島に関しましてはございません。で、十六位の栃木に関しましては、まあ、得点力不足のね。え、チームでもございます、ね。これも納得。まあ、フォワードにね、エース級の選手二人、まあ、イスマイラ選手と、まあ、レアンドロペレラ選手、まあ、特にイスマイラ選手のね。獲得によって、もともとこれまでね、前半戦で、まだ三得点しか取っていなかった根本選手が、もう。 このイスマイラ選手獲得以降、まあ、3得点取っている現状もございますのでイスマイラ選手個人としても1得点1アシストのね、えーまあ、かなり存在感を出す活躍しておりますが根本選手が活躍したというところを見ても、まあ、戦力の底上げに関しましては栃木に関しましてはできたそんな良い,い補強した印象がございますで15位の岩城に関しましてはネルソン・エンリケ選手に関しましては、まあ、未知数というところで、えー、今後が楽しみとともに何よりもね岩城、まあ、に関しましては、まあ その選手の立ち位置を少し変えたというところで一気にね、成績向上したチームでもございますの、ね、で、そこまで戦力の補強はいらないチームなのかなと。なので、足りないという印象は特に言い訳はございません。続きまして、重要な藤枝に関しましては、まあ、久保藤次郎選手とね、えー、渡辺亮選手と、まあ、J2 得点王と J2 アシストを、ね、一気に抜かれている現状でもございますので、まあ、これだけ5人の選手を獲得するのは、まあ、当然、まあ、ここからね、まあ、特に まあ、中川和木選手のね、活躍を期待したいと,とともに、この名古屋グランパスから、まあ、レオナルド選手もね、まあ、本来持てる、まあ、実力、まあ、中国にもね、えー、在籍していた選手でもございます。おそらくポテンシャルは高いだろうというところを見ると、まあ、早くね、この新戦力がフィットしてくれと思う。まあ、そんなね、えー、藤枝の、まあ、補強、まあ、いわゆる補填なのではないでしょうか。で、13位の秋田に関しましては戦力の補強なし、まあ、これはね、まあ、 秋田に関しましてはまあ納得でございます。で、12位の仙台に関しましては、まあ実力者獲得でございますね。まあ、J1 で活躍した選手、まあ、長沢選手と斉藤選手、そして、えー 浦和の松崎選手、これがね、結構ポイントなのかなと。松崎選手に関しましてはね、もうこの仙台にとってはね、もう結構ポイントになっている選手でもございますので、まあ大当たりの、えー、このシーズン途中の補強をしたという印象があり、まあ仙台にとっては、まあ J2 残留争いからは、まあひとまず出してた。およびチームとしましては、昇格ブレッフ争いには絡みたいと言える。まあそんなね、 えー、結構補強した。まあ、シーズン開幕前も補強したんですけど、シーズン途中にも、まあ、がっつり補強したなという印象がございます。で続きまして、11位の千葉に関しましては、いや、特にこのフォワードのドゥドゥ選手、このシーズン途中に加入した選手の中では一番ですね、大当たりの選手と言えるのではないでしょうか。多分このシーズン途中に加入してからですね、この J2 の舞台で3ゴール、3アシストとね、まあ、千葉を まあ、J2 残留争いから、まあ、J1 昇格プレオフ争いまで一気にね、引き上げた、えー、この原動力になったと思いますので、ドゥドゥ選手の獲得は非常に大きかった。まあ、そんな千葉の、えー、シーズン途中の補強でございます。で続きまして、順位の岡山に関しましては、この末吉選手も非常に効いてると言いますか、 まあ、千葉戦はね、ちょっと出ることはできませんけども、この選手も、まあ、守備の部分でも攻撃の部分でもしっかりとね、えー、貢献度が高いので、岡山、やっぱシーズン途中に、ね、加入した選手が、岡山に関しましては、昨シーズンは若狭選手、そして今シーズンに関しましては、えー、末吉選手と、まあ、ピンポイントに数は少なくても、獲得した新戦力がピンポイントにね、えー、活躍している、まあ、そんな印象がある補強でございます。で、9位の交付に関しましては、 あの、夏の遺跡マーケットギリギリでね、補強しましたね。何のクリスティアの選手の補強は非常に熱いと思いながらも、 まあ、決定力不足がね、本当に気になると言いますか。で、また、マイケルット選手もね、期待感が漂いながらも、ここ直近のね、32節のゲームではね、ちょっとやらかす3失点レビューもあったりと、まあ、選手はね、頭数を補強したものの、まあ、この各新戦力も早くフィットしてくれと思うね、そんな甲府の、まあ、数多くの補強なのではないでしょうか。今のところは、ちょっとあまり成績は残せてないという印象がございます。そして、次、8位山形に関しましては、これ、獲得した戦力がね、 え全員来たのが驚きの戦力。まあ、まず、首位の街だから高井選手が獲得したのもびっくりでございますし、何もこの宮城選手が川崎から長崎にレンタルしていたにもかかわらず、それを解除して、次また山形に再レンタルでもございますので、しかもその山形と長崎のゲームを対戦した後にね、 この長崎から山形という形でもございますので、前代未聞のですね、えー、山形補強したなと。そしてまた神戸から泉選手とも含めて、全選手来たのが驚きとね、言わんばかりの、まあ、この効果的な補強した印象がございます。続きまして、7位の群馬に関しましては、ちょっと物足りない感を。長、まあ、倉選手が出ての杉本選手と、ここあたりは、まあ、プラスマイナス感受がどう働くのかっていうのは、まあ、杉本選手次第になってくるかなと。続きまして、6位の大分に関しましては、 足りひんなと、か川選手だけではね、えー、まあ、物足りない。まあ、守備の部分に関してもね、ちょっと手こ入りが必要と思いながらも、何も高木選手がね、出ましたからね、そういった部分でも、まあ、この夏の移籍史上に関しましては、大分に関しては、ちょっとマイナス要素の方が大きいのかなと。そして、次、5位、長崎に関しましては、これもね、ほんと効果的な補強と言いますか、まず、柏から中村啓太選手の風帰これめちゃめちゃでかい。 まあ、ボールを持った時のね、違いを作り出せる選手ということで、この選手の復帰はめちゃめちゃ大きいですし、まあ、かつてね、え、まあ、長崎を J1 昇格にね、導いた時のね、選手でもございますね。これも本当に頼もしい復帰。で、合わせてマルコス・ギレルメ選手も、このシーズン途中に発掘した選手といえば、まあ、このマルコス・ギレルメ選手になってくるかなと、まあ、今シーズン初めて J リーグにやってきた選手ということで、まあ、動きの綺麗、すごいですね。まあ、クレイゾン選手がね、シーズン途中に抜けたというところで、その穴埋めにはですね、 まあ、持ってこいの、まあ、違いを作り出せるアタッカーの獲得なのかなと。で、合わせてディフェンスラインに関しましては、まあ、カールス・クッディエルス選手、これまた周囲待ちだから獲得っていうところがね、まあ、驚きを隠せないながらもね、一回ね、栃木戦でね、ちょっと失態を犯すね、えクリアミスございましたが、まあ、終盤にかけてはね、まあ、セットプレイの部分でもですねえ、期待したくなる、まあ、そんな選手。合わせて、まあ、マテウス・ジェズス選手がね、これもね、J1 かつてガンバ大阪でプレイしていた選手をやってきたのもね、まあ、大宮戦でね、まあ、アシストをね、達成していましたので、まあ、 この先週も、まあ、長崎に関しましては、前先週も、まあ、終盤にかけて、えー、かなり力になる戦力を一気に加えたなという印象がございます。で続きまして、4位東京ヴェルディに関しましても、これもね、かなりいい補強をしたのかなと、やっぱり J1 自動昇格がね、 16年ぶりにね、かかっている現状もございますので、補強に力が入ります。まあ、中原選手に関してはね、まあ、デビュー戦でね、まあ、仙台戦で4ゴールに絡む活躍もしておりましたので、まあ、千葉のドゥー選手に次いで、まあ、大当たりの選手を東京ベルディは獲得したのかなと。で、まあ,あ、とは、まあ、コ選手も、まあ、これからっていうところと、まあ、あと、染メ選手と、まあ、長谷川選手、ここあたりはホットラインでね、まあ、得点を取ることを期待したい、この2人でございますね。まあ、昨シーズン、まあ、 特に、長谷川選手に関しましてはね、小川選手とのホットラインで、横浜 FC を J1 自動昇格に導きましたから、それを長谷川選手と染野選手っていうところ、特に終盤に関しては特に期待したくなる。まあ、東京ベルディに関してはまあ特に早く新戦力をフィットしてくれとね、まあ、願う、そんな大型補強を観光した、えー、このシーズン途中なのかなと。で続きまして、サイン・清水に関しましては、実質まあ補強なしと言えるでしょう。まあ、原選手はね、まあ出戻りでもございますので、鈴木選手に関しては しましてはまあ、東京ベルディ戦で決勝点を取ってそしてまた再度ねあの <laughs> まさかの遺跡でもございますので 戻っ、フランスから戻ってきて、そして、決勝点取って、次、デンマークへの移籍でもございますので、まあ、ここあたりは、シームズンに関しましては、まあ、既存の戦力がどこまで爆発させるかっていうところになりますので、まあ、戦力の獲得が、ま、実質なしっていうのは、まあ、そこは納得かなと。で、岩田に関しましては、ま、補強禁止措置のあるチームでもございますので、まあ、当然獲得なしとなっております。で、続きまして、町田に関しましては、抜かりがないなと。本当に抜かりがない。 シーズン途中にね、グティエリス選手や高井選手とも中心選手をね、放出しましたが、その穴埋めには持ってこいのね、 まなんかうまく血の入れ替えしてますね。まあ各選手、まあポジション争いに関しても、まあいいですね。まあ選手の入れ替えをしている印象もございますので、特に松井選手は効いてますし、また鈴木淳也選手も、またバスケスバイロン選手もね、これからより戦力になりそうな気もしますし、まあ、松本大介選手に関してもバックアッパーとしては、まあ、完璧な、まあそんな抜かりのない、まあ、町田の補強なのではないでしょうか。 以上、それらを踏まえた上で、まあ、このまとめますと、まあ、町田に関しましては、抜かりなし。そして、清水、岩田に関しましては、まあ、実質補強なしのも納得。そして、大宮は、ま、当然の、ま、緊急の大型補強。および、ま、藤屋に関しましても、ま、当然の緊急の、ま、大型補填。そして、長崎、東京、山形に関しましては、ま、今後楽しみになる、ま、大型補強。そして、交府に関しましては、ま、獲得した実力者、早く、本来の実力を発揮。 してくれという補強そして、あとは何よりも現時点では、千葉のドゥドゥ選手がまあ大当たりなまあ後半戦に向けてのまあ新戦力チェックといったところでしょうか。 そして次最後に過去の32節時点での結果と最終節の結果を見比べて今シーズンの J1 自動昇格及び J3 自動降格そして昇格プレイオフに進むチームの方ですね予想していきたいと思います。まず えー、J3 に自動降格したチームのですね、まぁ、あ、一覧の方ですね、まぁ、あ、2015年から2023年シーズン、まぁ、あ、9年にかけてですね、えー、一覧として、まぁ、あ、見ていきますと、まず2015年シーズンに関しましては、21位、22位、まぁ、あ、栃木、大分と来て最終節に関しましては、 大分栃木と、まあ、順位は入れ替わりつつもそのままやっぱりストレートでですね、まあ、現状を変えられずに降格。そして2016年シーズンに関しましても同じく、まあ、21位、22位、まあ、北九州、金沢と来て、まあ、最終節に関しましては、えー、金沢、北九州と、これも、ね、入れ替わりつつ、まあ、結果的にはやっぱ現状を変えられずに、えー、そのまま降格。そして2017年シーズンに関しましては、 えー、21位、22位に山口、群馬と来て、最終節に関しましては、えっ、ー、と、熊本、群馬と、山口が、えー、逆転でですね、えー、J2 残留を勝ち得ておりますが、群馬に関しましては、現状変えられずの降格。そして、2018年シーズンに関しましては、えー、群馬、さぬきと来て、最終節も、これまた、群馬、さぬきと現状変えられずの、まあ、ストレート降格。そして、2019年シーズンに関しましては、えー、栃木、岐阜と来て、最終節は、 えー、鹿児島岐阜と、えー、栃木が逆転残留と、これ、田代選手のね、えー、あの、なんか千葉戦でのヘディングなんか非常に印象に残る、まあ、た坂時代のね、最後の終盤にかけてのね、えー、勝負強さが光った残留劇、非常に印象に残っております。で、2020年シーズンに関しましては、まあ、特に実質降格はしてないんですけども、まあ、コロナの関係で、まあ、 愛媛山口とし来て、最終節に関しましても、愛媛山口と、もそのまま現状変えられずの、一応、広角枠の位置づけと。で、2021年シーズンも、これもちょっとイレギュラーではあるんですが、まあ、順位は21位、22位は、相模原、愛媛となりつつも、最終節は、ま、北九州、松本と、変わってはいますけども、えー、このシーズンはですね、四、えー、4チーム広角でもございましたので、この、 まさに上がっている、ま、相模原、愛媛、北九州、松本は、そのままですね、広降格になっている、2021年シーズンでございます。これはちょっとイレギュラーでございます。で、2022年シーズンに関しましては、岩手、琉球と来て、まあ、昨シーズンですね、最終節、琉球、岩手と、まあ、順位は入れ替わりつつも、これも現状変えられずの、まあ、ストレート降格でございます。 以上、9年分の、ま、降格したチームの一覧を見たところで、ま、おさらいしていきますと、ま、あポイントとして挙げたいのは、9年中5年分に関しましては、ま、32節時点で、 えー、21位、22位にいたチームに関しましては、まあ、現状変えられず、まあ、最終節も、まあ、降格してるという、まあ、厳しい現実。まあ、だからこそね、やっぱ21位、22位にいるというところにはね、やっぱりそれなりの問題があるのでしょう。で、ま、た、それらを踏まえた上で、まあ、残りの、えー、9年中の、まあ、4年分に関しましては、まあ、1チームはですね、やっぱそのまま、まあ、やっぱ現状変えられずの降格でもございますので、これもね、含めて、やっぱ逆転でですね、えー、残留するっていう いう、まあ、難しさを、ね、感じさせられる、まあ、このデータ。でね、それらを踏まえた上で、まあ、今シーズンのですね、まあ、降格をしてしまうチームの予想をしていきますと、今、もっかね、22位の大宮と、まあ、これ1試合未消化ではございますが、まあ、21位金沢という現状、まあ、これがね、どうなるのかっていうところ、まあ、大宮に関しましては、 ちょっとこれは難しいのではないかなと。まあ、熊本山口藤枝と、ま、直接対決はね、まあ、それなりに残している現状ではございますが、まあ、ここ直近山形岩田とね、まあ、J1 昇格プレオフ、そして J1 自動昇格とね、まあ、絶対に負けられない状況下のチームと戦う、ね、ここ直近のゲームから見ても、 大宮がですね、まあ、そろそろここらでね、大型連勝をしないと厳しいっていう現状から見ても、ちょっとここらでまた連敗をしてしまいかねない可能性も考えられて、ちょっと大宮は、 残念ながら、シビル強く選手を獲得したといえども、広角になってしまうんじゃないかなと。で、合わせてもう一チーム、これ一番肝心なところの、まあ、広角なんですけども、シーズン半、あの、半分終了した時点では、イシモンジャップ、まあ、栃木 SC を予想してましたけども、 栃ジ s c はもう残留すると思います。もう硬いです。まあ、イスマイラ選手を獲得して以降ですね。まあ、根本選手が生き生きしている現状もございますので、ま、あ岩木もね、もう監督交代以降調子を上げており、まあ、徳島、三戸もね、ま、あ結構戦力的にも硬そうなので、まあ、山口、熊本、金沢、そして藤枝のところでね、考えられそうな中、まあ、個人的にはですね、 熊本になってくるんじゃないかなと。まあ、天皇杯でね、今現在、まあ、ベスト4まで残りましたけども。 天皇杯とリーグ戦って全く別物でもございますし、また熊本はね、まあ、前半戦いい成功体験してるんですよ。で、成功体験のあるチームが失速した時の、まあ、この修正ってね、めちゃめちゃ難しいんですよ。まあイシモン、石門ジャップもね、かつ2019年シーズンね、まあ、京都さんが FC でね、まあ、前半戦首位だったチームが、まあ、後半戦一気に失速して、まあ、柏レイソル戦でね、1対13の大敗の8フィニッシュとなりましたが、まあ、 天皇杯での成功体験及び前半戦の成功体験。そして、石川選手の負傷離脱等もあって、かつ、大吉さんのね、サッカーもね、やっぱ、どうしても残留するためのね、サッカーに舵を切るっていう決断がなかなかできなさそうなところも含めると、熊本に関しましては、まあ、最終節ですね。まあ、山口の直接対決もあり、えー、ここあたりは、ホームでできるというね、 まあ利点もあるんですけども、えー、まあ金沢をね、木村雄大選手の活躍も考えられそうなんと、山口に関しましては、まあ、な選手の獲得も大きく、まあ、もう一度 S ナイデル監督修正を一回図ってくるんじゃないかなというところで、藤枝に関しましては、まあ、なんだかんだ、うん、まあ、最後、岩木とのね、直接対決において、 っていうところも含めて、まあ、勝ち点的にもね、あと1試合未勝負っていうところもございますので、まあ総合的に残念ながら天皇杯での躍進は認めつつも、まあ、熊本、J3 降格、昨シーズン J1 昇格プレイオフ、勝ち抜いたにもかかわらず、 J3 降格という厳しい現実が待ち受けている。ま、あそんな気がする、石門ジャップの推察でございます。はい。で、続きまして、J1 自動昇格争いのですね、予想する上でのですね、まあ、各チーム、まあ、9年分のですね、J1 昇格を果たしたチームの一覧を見ていきたいと思います。 えまず2015年シーズンに関しましては、えー、大宮岩田からの,、えー、その最終節もそのままストレートの、えー、大宮岩田が J1 自動昇格を果たしておりますで。2016年シーズンに関しましては、えー、札幌松本からの最終節は、 札幌清水と清水が大逆転でのですね、J1 自動昇格。これは本当に今、まあ、大前選手とチョンテス選手のね、ツートップが懐かしいですね。いや、すごい J1 自動昇格をですね、成し遂げた。まあ、このね、最大をね、今シーズンの清水としては期待したくなる。まあ、そんな2016年シーズンのえ清水の逆転昇格なのではないでしょうか。で続きまして、2017年シーズンに関しましては、湘南福岡からの最終説は、 湘南長崎と、この長崎、今、まあ、ファンマ選手とね、えー、中村選手がですね、えー、J1 自動昇格の時に携わっておりまして、その選手が今も長崎に携わっているわけでもございますので、えー、長崎にとってはですね、まあ期待したくなる、ます、あ、そんな2017年シーズンの逆転昇格のデータ。そして2018年シーズンに関しましては、町田松本と来ての最終順位は、松本大分と大分が逆転のですね、えー、J1 自動昇格を果たしております。 続きまして、2019年シーズンに関しましては、え、歌は山形と来て、最終節は、え、歌は横浜 FC の、まあ、横浜 FC の逆転でのですね、J1 自動昇格も非常にですね、え、印象に残っております。で、2020年シーズンに関しましては、徳島、福岡と来て、え、最終節、徳島、福岡と、ま、そのままストレートで、え、J1 自動昇格。そして、2021年シーズンに関しましても、岩田、京都と来ての、これまたね、え、最終節、そのままま岩田、京都のストレート j 1自動昇格でこれも2022年シーズンに関しましても、まあ、順位は入れ替わってはいるんですけど、まあ、横浜、新潟ときて最終節え、新潟、横浜とこれも変わらずのそのままえ32節時点と変わらずの J1 自動昇格でございます。 以上、過去9年分の J1 自動昇格を果たしたチームの一覧を見たところで、まあ、おさらいしていきますと、まあ、9年中4年分に関しましては、やっぱりそのまま32節時点で1位と2位にいたチームは、そのままストレートで J1 自動昇格を果たしているという現実。で、また逆に、32節時点で1位、2位にいたチームが、最終節で J1 自動昇格を果たしていないっていうこともないという、なので1チームはね、確実に J1 自動昇格を果たして、 いいるとう現状を見ると、まあ、今もっかね、えー、32節時点で断トツの首位、しかも1試合、えー、未勝負でありながらも断、ね、トツ首位の町田に関しましてはまあ、J1 自動昇格はもう確実と言えるでしょう。 そこで合わせて、まあ、一番肝心な、まあ、残り一枠の、まあ、J1 自動昇格ですが、まあここ直近のね、やっぱ3年の流れから来て、まあ岩田の J1 自動昇格を石門、まあ、ジャップ引き続き予想したいと思います。まあ、シーズン、あの、 半分終了した時点でもね、岩田を予想しておりましたが、まあ、その通り岩田がね、やっぱ硬いですね。まあ、ここ直近千葉戦には負けましたけども、今ね、連敗をしていないですし、やっぱ清水に比べても、で、また岩田と清水の直接対決においても、まあ、岩田がね、やっぱここぞというときにやっぱ得点の形、まあ、特に右サイドでのね、やっぱ崩しの部分と、まあ、やっぱドゥドゥ選手のね、やっぱシュートであったり、まあ、松原選手のね、進出、鬼没の侵入であったり、まあ、得点パターンが多いかつチームとして、ま、崩す形、 しっかりと持ってる岩田はやっぱこの終盤のここぞという時にですね、まあ、特にどうしても最後あと1点欲しいっていう場面で点を取る能力はやっぱ岩田の方が高いんじゃないかなという意味で、えー、この清水戦における攻防に関しても個人的には清水のホームではございますが岩田が制すとまあ予想し岩田の J1 自動昇格を予想しております。 そして、次、最後に、J1 昇格プレオフ争いに進む4チームの方を予想していきたいと思います。最後、勝ち上がる1チームに関しましてはもう予想しません。あくまで、このプレオフ争いに進む4チームの予想ですが、まず先ほど J1 自動昇格を予想した町田、岩田に漏れて、清水エスパルスに関してはそのまま J1 昇格プレオフ争いに当然進むだろうと。で、続きまして、2チーム目に関しましては、 なんだかんだ東京ベルディ、まあ残ってくるんじゃないかなと。まあ目下ホームで11戦、えー、勝ちなしという状況でもございますが、ホームで、まあ仮に1試合勝つことができれば、そっから一気に流れを巻き返すんじゃないかなというのと、あと、やっぱり染の選手と長谷川達也選手のこの新戦力のフィットが、 まあそろそろ間に合うんじゃないかなという、そこあたりの予想も含めて、まあ、やってるサッカーのね、クオリティも含めてもね、やっぱ昨シーズンから積み上げてるものもございますが、東京ベルディはなんだかんだ、昇格プロファラソにまあ残るんじゃないかなと、続きまして、 3チーム目に関してですが、まあ、ビファーレン・長崎になってくるかなと、まあ J2 特典を、まあ、ファンマ選手の存在感があまりにも大きいのと、まあ、中村啓太選手の復帰、まあ、かつてね、えー、ビファーレン・長崎を逆転 J1 自動小学に導いたファンマ選手と中村啓太選手がいる存在感っていうのは大きいのと、やっぱマルコス・ギレルメ選手に、まあ、カルス・グティエル選手、まあ、マテイズ選手とね、やっぱ獲得した新戦力も大きいのと、あとはね、松沢海斗選手というね、まあ、のいあたかもですね、 えー、躍動してきている現状を見ると、中先に関しましては、まあ、カリーレ監督もね、まあ何度も修正力っていうのが光る、まあ、監督でもございますので、まあ昇格プレオフ、まあ家事点は爆発的に伸ばせなくても、まあ手堅く伸ばすという意味では、まあギリギリ昇格プレオフ争いには入ってくるんじゃないかなと。そして次、最後、えー、この J1 昇格プレオフに今入ってくるチームですが、 モンティリオ山形になってくるんかなと。まあ、昨シーズンと同じく、まあ、終盤ギリギリね、入ってくるというところで、山形は、 まあ、獲得したね、高井選手、宮城選手、泉選手と新戦力も大きいんですけども、やっぱ渡辺監督のですね、やっぱ修正力めちゃめちゃいいですね。やっぱ攻撃の部分もデザインできますし、やっぱ守備の部分の抵抗入りに関しても、まあ、それによってですね、8連敗からの5連勝をね、成し遂げたチームでもございますので、まあ、町田戦のですね、非常にショックな敗戦ございましたが、ここあたりはまた再度ね、修正を図ってくるんじゃないかなっていうところと、また最終節に関してもね、まあ、やっぱ、 千葉もね、結構最終節で入ってくるんじゃないかなという予想しましたが、最終節、千葉はね、長崎と対戦ということもございますので、ここに関してもしかしたら千葉は最終節、長崎に敗れて、山形が最後甲府に勝ってっていう展開を個人的に予想し、えー、ここあたりはちょっと千葉と山形で迷った挙句、山形のね、これまでのまあ渡辺監督の技量をですね、えー、評価し、 山形を最後ギリギリに上がってくるんじゃないかという意味で、昇格プレオフの枠、まあ、最後は清水、東京ベルディ、長崎、山形として予想させていただきました。以上、長くなりましたが、 2023年シーズン J2 リーグ残りの10試合を残した上での石門ジャップ個人の展望でした。皆様いかがでしょうかぜひ皆様の展望もお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント及び Twitter、アラアプリ X の方もフォローいただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。